ここに来た生徒たち自身がこう変わるっていう、その人を変える場の力がこの被災地にはあるという思いは非常に強く持ってるんで、なんか半日ボランティアをして、そして午後は私はせっかくここに来た以上はやっぱ被災地をたくさんこの、あの生徒たちの目に見せたい、見せてその見たことを今度帰ってみんなに語ってもらおうと思ってるんですよ。子どもたちは子どもたちでやっぱ本当にこの被災地に来る意味をしっかり考えてくれてたなって。伝えることって大事だと思うので、見たこととか感じたことを伝えていきたいなって思います。来ないとわからないものがあったなと思って、はい、思います。はい、父が阪神大震災の時に兵庫に行って、私はまだ生まれてなかったんで知らないんですけど、学校の先生が前築城の修学旅行でその被災地に行ってすごい喜ばれたっていうのがなんか印象に残ってて、それでよかったら行くだけでもできることがあればと思って来ました。被災地の子どもたちがどうなのかなと思って、辛い思いもしたけどこんな元気でよかったです。現地の人のお話を直接聞いて、その力になれるか分かんないんですけど、まあ、それを自分のこれからにこう生かしていけたらなって思って、はい、テレビって隠されてるところとかもちゃんと知れて、本当に自分たちがその地震とかにあった時にもこう役に立てたかるようなお話聞けたかなって、あの自分の生き方で今まで消極的にこう一歩引いてたのが一歩前に出る人生を進み切るんじゃないかなって、うん、それは思いますね。来年は修学旅行の、まあ、一つの選択肢にこの東北と関東を結びつけた4泊5日で、あの一応来年以降はもう継続的に来れるような状態を作ろうというふうに思っています。ましてや全国の高校がやっぱり被災地に来れば、それはまたまた教育の場としては最適な最高の場と思いますけどね、うんうん、はい、なんかもっともっとやっぱあのいろんなところから来るべきだと思います。はい。